阿波踊りには流儀といいますか踊り方が3通りございます。で、高くこう上下に踊る、先ほど2番目に言った和楽園、これが阿波踊りといいます。それから腰を低くして一定のままで踊る、これが初っ端に出ましたアスカレ、これは徳島の御茶平連というのを持っている御茶平流。それから今度もう一つがのんき流といいます。これから舞台をご覧いただいたのんき流と、これは今度背骨をしっかりして中腰で背骨を立てると、こういう踊り方なんですね。まあ、それぞれこの3つの踊りが多くありまして、それをまあ各連がその組み合わせでやっていくわけでございます。はい、本日の鳥を取ります新のんき連、徳島の方にも新のんきという大変有名な連がございます。それの東京支部という位置づけでございます。それでは新のんき連の東京新のんき連の熱演をご期待ください。どうぞ。
東京新聞記念でございました。ありがとうございました。